千葉市中央区の福田電子アリーナです。 JR 東日本カップ2016第90回関東大学サッカーリーグ戦第21節を迎えました。福割上空は雲一つない青空が広がっております。11時現在の気温が18度とそれほど暑くもなく、そして寒くもなく、サッカーをやる中ではちょうど良い環境の中で試合が行われそうです。日差しも当たっておりまして、選手たちも今そのウォームアップを行い、その準備を行っております。非常にやりやすい中で試合が展開されそうです。ここ福割で今日も2試合が行われることになっております。第1試合は順天堂大学対流通経済大学になります。画面の左側、青と赤のユニフォーム順天堂大学、勝ち点29の現在4位につけています。前節はこの放送でもお送りしました日本体育大学との一戦、ゴールキーパー佐久間のレッドカード退場で数的不利になり、これが最後まで響き1対2で敗れました。しかし10月は4勝1敗と勝ち点を大きく積み上げまして、インカレ出場に向けて王手をかけました。今日の試合勝利を挙げますと確定させることができます。一方画面の右側、シルバーのユニフォーム流通経済大学、勝ち点25の現在8位、今日を含めた残り2試合が重要な戦いとなり、インカレ出場一部残留がかかっています。前節は国士舘を相手に1対0で勝利を収め一歩前進、ただ後期リーグは成績の好不調の波が激しく、なかなか好調をキープできない状況にあります。今日の一戦もその好調良さを出して順天堂からも勝利を挙げたいところです。それぞれの戦い、どのように試合が入っていくか、その動きで大きく展開が変わりそうな一戦、どのような結末を迎えることになるでしょうか。両チームの選手がウォームアップを終わりまして、画面の左側、青と赤のユニフォーム順天堂大学、今一箇所に選手が集まりまして、これから円陣輪が組まれようかというところです。一方画面の右側、シルバーのユニフォーム流通経済大学、メインスタンド側に今日は陣取りますサッカー部の応援団に挨拶を行ってから、今ご覧のように輪が組まれました。先に輪が作られました流通経済大学。この2試合の結果でインカレ出場一部残留、その目標となっています。そして今同じ時間に輪が解かれました。今両チームの選手、各選手がハイタッチを交わして、試合に向けて気合を入れるところです。今日は両チームともメインスタンド側に応援、左側に順天堂大学、そして右側に流通経済大学、試合前から大きな歓声、大きな声援が聞こえてきております。まもなく前半40分が始まり、今スタートいたしました。順天堂大学のキックオフで試合が始まっております。前半は左から右にしていますのが青と赤のユニフォーム順天堂大学、右から左にしていますのがシルバーのユニフォーム流通経済大学になります。まずは順天堂がボールを後ろに回して、ゴールキーパーから前に送りますが、ヘッドで返していきます。頭でつないでこのボールを浮田が拾っていきますが、右サイド森田が上げていきました。ボールの競り合いになっております。ここは森が大きく前に送っていきます。から拾って左にサイドに回していきます。小池、上がっていくのは日高、ここはちょっと分かりません。タッチ終わりました。スローインは流通経済大学、相手選手に当たってタッチ終わりました。ボールを入れまして小池、一旦戻して中谷、ここは旗手に当たりましたが一旦ボールを戻します。
前に送りましたが跳ね返ったところ、ここはスローインを取りました。流通経済大学のスローインです。ボールを入れましてホームロングフィード、頭でつないでいきますが、ピアキ、ここは前合わせられませんでした。ボールキックになります。順天堂大学ゴールマウスを守りますのは21番の中村、久しぶりの先発出場になりました。ボールを拾っていきました森永です。流通経済大学左に展開して小池、一旦ここは後ろに戻しまして日高です。そしてホームラン、ロングフィード、ちょっとこれはボールが長くなってしまったでしょうか。ゴールライン割ってゴールキックになります。それでは順天堂大学対流通経済大学、両チームのメンバーをご紹介いたします。まずは青と赤のユニフォーム順天堂大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー21番中村、ディフェンダー15番石上、16番村松、2番坂、5番毛利、ミッドフィルダー7番名護、19番津島、14番杉田、11番米田、フォワード17番旗手、18番浮田です。リザーブゴールキーパー40番高田、ディフェンダー3番野田、4番キャプテン矢部、ミッドフィルダー12番抜き場、13番室伏、フォワード10番佐野、26番梶原です。順天堂大学率いますのは堀池拓実監督です。一方シルバーのユニフォーム流通経済大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー22番オビ・パウエル・オビーナ、ディフェンダー5番森田、28番本村、30番藤原、17番日田、ミッドフィルダー6番中谷、14番吉森、20番荒垣、8番森永、2番小池、フォワード18番秋です。リザーブゴールキーパー21番西岡、ミッドフィルダー4番キャプテン塚川、23番吉田、11番渡辺、24番原岡、フォワード10番ジャーメイン、19番宮津です。流通経済大学率いますのは中野雄二監督です。なおこの試合の審判は主審清水隼人、副審鎌谷拓也、駒野誠一、第4の審判員竹内優斗、以上4試で行われております。前半の4分が経っております。現在は順天堂大学、ここで琉球がボールを奪いました。中に詰めていこうというところ、しかしここは小池にはありません。ここはボールに拾いに行きました。杉田から石上、前に残っていきますが、さあもうまた石上が拾っていきます。しかしここはもう一回ボールを取り返す形、吉森です。流通経済大学、一旦後ろに戻して藤原、右にはたいて森田です。中に入れてキャプテンマークをつけます吉森、前に送って、ここは秋を走らせますが追いつきません。ゴールキーパー中村から毛利、最後は秋に当たってタッチを割っています。スローインは順天堂大学、毛利がボールを入れましたがここでボールを奪う。しかしここは冷静に対応します。坂田を抑えてファール、順天堂大学のフリーキックです。試合前から大きな歓声が聞こえています福田電子アリーナ。両チームにとっても大事な一戦、特に流通経済大学は冒頭にもご紹介しましたがインカレ出場と一部残留がかかっています。この応援スタンド、試合には出られませんがスタンドから大きな声援声を出してこのフィールドプレーヤー選手たちに力を与えていきます。その声援が届くことゴールとして結びつけることができるでしょうか。ここはゴールキーパーに戻します。流通経済大学、帯です。
ここまでフルタイム出場。1年生ながらこの流通経済大学のゴールキーパー守護神。さあそのキックから右に回していきます。荒木中に入れていきます。ここは直接にやっていたでしょうか。ゴール左に蹴ってゴールキックです。順天堂大学中村のゴールキック。前節佐久間がレッドカードで退場。今日この試合は出場停止です。ただ前期リーグはフルタイム出場でした。中村のゴールキックから頭で出していきました。立ち上がっています。上位石上から孫を前に送りますが跳ね返ったところ杉田が繋いでいきます。石上のロングフィード、ここは走らせていきます。浮田ですが追いつきません。ゴールラインを割ってコーナーキックになります。順天堂大学1本目のコーナーキック、両チームを通じて初めてのコーナーキックになります。右サイドからここはショートコーナーになりました。名護片手が受けて中に入れていく。あ、これはゴールラインを割ってしまいました。ゴールキックです。旗手が中に入れていこうとしたところ、残念ながらその入れる前にゴールラインを割ってしまいました。流通経済大学奥のゴールキック。選手が上がるのを確認してから今ゴールキック蹴られました。繋いでいきますが競り合い、順天堂大学のスローインです。前半8分が経過しています。このスローインは順天堂大学。相手に当たってここは龍慶がボールを取りそう、うん、しかし前に行きますが誰もいません。坂が受けてロングフィード、ここは小池がつきます。そして走っていくのは杉田。これはゴールキックになります。まもなく前半10分が経とうとしています。ゴール前まで攻め込む場面はありましたが、ここまではまだ静かな立ち上がりと言っていいでしょうか。大きな動きは